イダチャンネル関係者の皆様、視聴者の皆様、この度は本当に申し訳ございませんでした。ただいま事実である情報と事実とは異なる情報が錯綜しておりますので、私の口から事実を詳細に説明させていただきたいと思います。現在報道されております、私が道徳の勉強法を偽っていたという件に関して説明させていただきます。かねてより私は Twitter、YouTube などで何度も心ノートは参集したと発言していたのですが、実際は2週半しかしていませんでした。本当に申し訳ございませんでした。こちらが私が実際に使っていた心ノートになります。小学校 1,2 年生用の心ノートになります。見たらわかるように3つ目の付箋までは参集した印がついているのに、途中から2つしか印がしていなく、本当は2週半しかしていないという事実が発覚し、週刊誌に取り上げられてしまいました。しかし、現在私は、道徳の成績優秀者であると報道されておりますが、実際そんなことはなく、本当に僕は道徳が苦手でした。そこに関しては事実と異なる情報が錯綜しております。なぜこのような嘘をついたかと言いますと、私がサイコパスキャラを全うするにあたり、道徳を暗記科目かのように扱えば YouTube の動画上も面白くなるんじゃないかと思い、演出のためにこのような虚偽をしてしまいました。本当に申し訳ございませんでした。この度僕の相方がその虚偽の報告をしていたことに対して、僕からも説明を述べさせていただきます。僕とサイコが出会った時から彼はサイコパスキャラでやってて、本当に僕は最初彼は道徳の教科書を参集したと思っていました。ですが1年ほど前、彼の発言の矛盾に気づき、彼を問いただしたところ、彼が2週半しかしないことが判明しました。僕はここで一度訂正の会見を開くべきなのではないかと進言したのですが、彼は視聴者を騙したことに対する罪悪感、ブランディングの低下につながるといったリスクを考え、謝罪会見を開かないと2人で決めました。この虚偽の報告に気づきながら、彼と1年間 YouTube を続け、サイコパスキャラに仕立て上げ、テロップで何度も道徳は暗記科目じゃないぞと入れたことに対してお詫びを申し入れたいと思います。申し訳ございませんでした。この虚偽の報告が週刊誌に取り上げられた時点で、僕はサイコ一人の責任ではなく2人の責任と捉え、2人で話し合った結果、45分の活動休止を決めました。誠に申し訳ございませんでした。今後の私の対応といたしましては、道徳暗記科目であるとしっかりと深く心に刻み、心のノートもしっかりと僕が諦めた生き物を育てようのところから、あと半冊しっかりと周回し参集したと堂々と胸張って言えるような YouTube 活動をしていけたらなと思います。このように彼は反省しています。ですがこれは組織としての腐敗であり不正であるので、組織としての対策も講じようと思っています。道徳暗記科目推進委員会を設置し、彼の道徳に対する意識、成長を見守る新たな機関も設置して、彼の YouTube 活動のほんのですが手助けになれればいいなと僕は思っています。イダチャンネル関係者の皆様、視聴者の皆様、今後ともどうか応援をよろしくお願いします。この度は本当に申し訳ございませんでした。